京府本線は、大韓民国ソウル特別市中区にある、ソウル駅と富山広域市東区にある、富山駅とを結ぶ、韓国鉄道公社の鉄道路線である。正式名称は、京府本線だが、もっぱら、京府線と呼称されることが多い。高速鉄道区間については、KTX、京府高速線も参照のこと。京府線は、ソウルと富山という二大都市と、大田、 テグを経由する韓国の最重要幹線である。日本の路線で例えるなら、東海道本線に相当し、湖南線、全羅線、長江線、喜び全線といった主要幹線への直通輸送ルートも形成している。早期に伏線化された路線は、線形も良く、一般列車も最高速度時速 150km で走行する。輸送量は、旅客、貨物とも常に一位であり、 その過密輸送を改善するために、ソウルから天安までの区間は複々線化されて、広域電鉄として、電車による通勤・近郊輸送が行われている。また、フランス TGV の技術を利用した KTX が、京譜高速線と京譜線を経由して、最高速度時速 305km で走行し、ソウルと富山を2時間弱で結んでいる。ほとんどの駅が、 有人駅であるが、無人駅や簡易宅駅、旅客扱い休止駅も存在する。KTX 開業後は、並行在来線になっているが、一致マウルやムグンファ号は多数運行されている。朝鮮政府アメリカ人に経費都市鉄道不設権、雲山金庫を売却。朝鮮政府仏国に、経費鉄道不設権を与える。同年3月30日日本銀行。 朝鮮政府間に300万円の借款。同年4月17日下関条約。同年7月6日、京府鉄道株式会社発起人総会。同年9月8日、創立発起人勧告と京府鉄道付設に関する、京府鉄道合同条約調印同年2月21日衆議院。京府鉄道成立促進の帝国新民の外国に、 おける鉄道不設に関する法律案を可決。同年7月30日大官帝国と、京府鉄道不山停車場設置のための不山。北浜海面毎地区会社の毎月時の譲渡契約を、締結同年10月13日発起人総会で、家庭間、引き受け部数を議決。同年5月13日京府鉄道会社同免許、交付。同年6月25日京府。 鉄道会社創立総会、同年8月20日議市長、河西愛次郎により、期間4フィート8インチ5分気上75ポンドとした、A のボルーラで、北武器公式、同月21日に、富山総領で、南武器公式、工事着工へ、同年11月1日経費とし、鉄道合資会社合併認可、同年12月28日日本政府より175万円の、 補助金、一千万円の社債保証、会社組織の変更で、渋沢栄一取締役会長辞任同年七月一日等官府、鉄道管理局へ引き継ぎ、同年十一月二十九日鉄道買収価格二十零一六五百円と決定通知を、警府鉄道会社に送付。同年七月三十日株主総会で、生産勘定残余財産分配等を決定。客中、 編集、形状不残管機構式場19世紀後半、朝鮮政府は財政上逼迫した状態で多くの採掘権等の利権を外国人に売却していた。その中で、ハンスンとニガワを結ぶ経費と都市鉄道は、アメリカ合衆国のモーリスが不設権を獲得して建設を開始したが、労働争議、支払争議問題で頓挫し、建設の半ばで180万円で、 日本の渋沢栄一らの経費都市鉄道合資会社に売却し、渋沢栄一らが完成にこぎつけた。これが朝鮮半島最初の鉄道となった経費都市線である。モーリスはハンスンと富山を結ぶ鉄道不設権も同時に獲得していたが、資金難のために不設権を日本が譲り受けて、経府鉄道を設立し、1901年に着工した。建設中の1904年に、 日露戦争が勃発すると、軍事物資の決戦輸送のために特管工事で建設され、一部河川などはフェリーで輸送する、暫定的なものながら1九百五年に全線開通し、日本の大路戦勝に貢献した。鉄道の重要性より、多くの鉄道の鉄道国有化に合わせて、韓国東韓府鉄道管理局の所管となり、東韓府鉄道庁、日本政府韓国鉄道局、 日韓併合を経て、朝鮮総督府鉄道局の運営となった。京府本線は、京城と新緯寺を結ぶ京畿本線とともに、日本の大陸政策の基幹となる最重要路線で、1910年代には、全面改良され、いち早く伏線化も完成した。蒸気機関車と客車はおおむねアメリカ製で鈍重では、あったが、蒸気機関車は高速高性能で、 日本にはない迫力を感じさせた。また、南満州鉄道の路線と接続して、国際列車が運転され、一時的だが、朝鮮全域の鉄道運営が、南満州鉄道に委託されたこともある。昭和時代になると、日本製の高性能機関車と、軽量客車の搭乗で所要時間が短縮。寒風連絡線と接続して特急、赤月急行、光、急行、 コアなど多くの優等列車が運行されたが、太平洋戦争の戦局悪化とともに、光、コアを除く優等列車はほぼ廃止され、普通列車も所要時間の延長と区間の短縮が繰り返された。1945年に日本の朝鮮統治が終わり、1948年に大韓民国が成立するが、京府線の基幹路線としての地位は変わることがなかった。 朝鮮戦争では、鉄道施設への被害もあったものの、多くの軍事物資と兵員の輸送に貢献した。戦後も多くの貨物、旅客を輸送して、経済成長に貢献し、優等列車も多数設定された。また、アメリカの援助で導入された、大馬バリキディーゼル機関車が、蒸気機関車廃止による、無塩化と近代化、旅客、貨物の大量高速輸送を支えた。 1974年8月15日には、ソウル駅から、水原駅までが電化、ソウル駅から江東方駅までが複々線化される。日本から導入された電車が、複々線の電車線を走行し、同時に開業したソウル地下鉄1号線を、経由、軽減線上北駅まで運転を開始した。江東方駅から、水原駅までは1981年12月23日に、 列車線と電車線が分離、複々線化され、電車の大増発が実現した。この後、ソウル首都圏に熊野区都市鉄道網が整備され、現在の広域電鉄に至る。また、1984年から列車線を利用した高速電鉄の運転を平日朝夕に開始したが、長距離列車が数多い中で1日3、4本程度という状態が20年間続いた。 一方、長距離路線では、首都圏の電化開業と同時に、京府線を中心にした、鉄道網の高速輸送を目的とした、超特急、セマウル号が登場した。セマウル号には1986年から、国産の新型機関車と専用客車、専用機動車が続々と登場し、ソウル駅と富山駅を最速4時間10分で結んだ。しかし、 京府線の輸送力も限界に近づいていた。ソウルと富山という二大都市の他にも、大田やテグを抱え、湖南線、全裸線、長江線、喜び前線といった主要幹線への輸送が加わり、1990年代には輸送力がピークに達した。このため、抜本的な解決策として造船が計画された。2004年4月1日に、 フランス TGV の技術を採用した KTX 京府高速線の一気区間が開業し、ソウル駅富山駅の所要時間は3時間を切った。これによって在来線である京府線を走行する旅客列車が削減され、また KTX は専用線を走行する区間が多いため、貨物列車や他路線への直通列車を増発する余裕が生まれた。首都圏電鉄では、 都心のロリオツ駅から旧ロ駅が三福線化し、ロリオツ駅止まりの電車が設定された。この三福線は後に、立山駅へ暫定的ながら延伸し、1999年1月29日に、京秘都市線の複々線化が完成して、二平駅から立山駅まで急行運転を開始した。南部方面では、2003年4月、そして2005年1月20日に、 持ち天駅から天安駅までが電化、複々線化され、ソウルからの直通運転列車が中西南道まで運行されることになった。さらに、KTX 開業によって余裕の生まれた列車線を使用した急行運転も開始した。KTX の乗り入れと広域電鉄の延伸開業によって電化区間が拡大したが、その後も引き続いて残り区間の電化が進められ、 2006年12月8日に最後まで非電化で残っていた奥線駅振動駅間の電化が完了し、京府線の全線電化は達成された。そして、新型電気機関車による本格的な運転が2007年3月1日から始まり、今後の高速運転による輸送力増加が期待されている。2010年には京府高速線の日記区間が開業し、 従来まで東手具駅釜山駅間で京府線を走行していた KTX の多くが京府高速線経由となった。しかし、大田駅、東手具駅、釜山駅のそれぞれ全国区間では在来線と高速線が線路を共用しており、運行上のネックともなっていたため線像工事が行われ、2015年に3期区間として完成。これによりソウル市内区間を除いて、 在来線と高速線は完全に別線化された。なお、北朝鮮では、この路線と競技線の一部を合わせた平壌から、釜山までを、平釜線としている。線路自体は接続されているものの、現実には、自国実行支配下の会場までしか、旅客営業されていない。高速鉄道、編集電車、編集客車、編集電気機関車、編集ディーゼル機関車、 編集いずれも、電車自局車両、編集、乗り入れ車両、編集一般列車、編集機動車、編集ディーゼル機関車、編集、ありがとうございます。